それでさ、あのアガーテ姉さんが目をキラキラさせて、錬金術師のお前を応援するとか言って。すごいね、ライザも村の人たちに錬金術師として認められてきてるんじゃないかな。そうなのかな。まあ認めてくれるっていうなら悪い気はしないけどさ。自慢話より、潮目の変化で外界の魔物が入り込む危険性をちゃんと漁師に伝えたか。魚が消えたのは大型の魔物が湖に入り込んだせいかもしれないんだぞ。分かってます分かってます、それもちゃんと言ったってば。湖を渡る時も水面に影や揺らぎがないかしっかり見張るのを忘れるなよ。リラさんに教わったコツも実践してるから大丈夫だと思います。ライザーいるよね。うわ、びっくりした、なんなのいきなり。餌だよ、ライザーの餌。は？ライザーは漁師さんたちに餌を渡したんでしょ。あれのおかげで大量になったって大評判なんだよ。うまくいったんだ。もちろん確信あったけどね。すごいよライザー、本当に錬金術師として有名人になったかも。仲間の僕が漁師さんたちに囲まれてもっと餌を作ってくれって頼まれたくらいにはね。大したもんじゃないか、錬金術師ライザリン・シュタウト。評判を聞いたルベルトさんが早くクラウディアのことを許してくれればいいんだけど。ああそうだ、本題は餌のことじゃなかった。ライザー、そのルベルトさんが用があるからすぐ来てくれって。お父さんが？また新しい課題かな。ここまで来ればとことん付き合うよ、すぐ準備していこう。